おい、ひなた、ここ開いてんぜ。うん。こりゃ見物だ。ナルトくん。ねえ、さくら、サスケくんが心配なのはわかるけど。そんなこと、ないっていうの？所詮ここまでかな、あのナルトってやつ。まあ、最初は俺もそう思ったが。赤丸、どうした？どこだ、いた。なんでこんなとこにアンブがいんだ。何か言いたそうだな。前にも言ったろ、約束するってばよ、絶対勝つ。自分を信じきっている目だ。その方がやりがいがある。ぐちゃぐちゃ言ってねえで、さっさと始めようぜ。では第一回戦始め。よく見ておけ花火。お前の姉は優に及ばず。姉さんより？おそらくお前よりもだ。今度はヘでどうにかなる相手じゃねえぜ。あいつにはあれがある。接近戦はダメだぜ、ナルトのやつ。分かってんのか？外したか。分かっただろう、お前に勝ち目はない。おめえの力を確かめただけだ。影分身の術。面白いやつだ。こりゃ分からねえぞ。この白眼をもってしても本体をカンパすることはできない。強がるなってばよ。無駄よ、あのネジの防御の前ではね。俺は甘く見るんじゃ。くっ、くそ、次はやるってばよ。後ろにも目があんのか。火影になるか、大体分かってしまうんだよ。この目で言うなれば、人は生まれながらに全てが決まっているんだよ。なんで？では誰でも努力さえすれば火影になれるとでも言うのか。なろうとしてなれるものではなく、運命でそう決められているんだよ。ただ一つ、誰もが等しく持っている運命とは死だけだ。あの目、やはりまだ宗教を恨むか。だから、だから何だってんだ。影分身の術。この、くそ、全然捕まんねえってばよ。俺もそうバカじゃないと言ったろ。本体なら献血を疲れるのを恐れて。本体はお前だ、だから無駄だと言ったのだ。泣かないで。だから勝手に決めんなって言ってんだろうが。よっしゃー、行けんなと。そもそもこっちは玉砕覚悟で突っ込んでんだってばよ。あれは、なんだ今の。勝ったと思ったか。回転、
あれがネジの防御よ。なめんなよ。ここからネジの防御法八化粧回転は始まるのよ。本来チャクラケツから放出されるチャクラはコントロールが難しく、もう一つの絶対防御。回転はヒューガ宗家、つまりヒューガの跡目だけに代々伝えられる秘術だ。驚くのはまだまだよ。ネジの本当の力はここから。これで終わりだ。重剣法八化64式八化2章4章8章16章32章64章。本家の者が宗家を超えるか。終了だな。ヒューガの決定限界の力が決して後を告げぬ分家の子に日差しを。やはりヒューガの家はお前が。悔しいか。変えようのない力の前にひざまずき、努力すれば必ず夢が叶うなんてのは。あっちゃー、やっぱねー、ナルト。ゲジマユ。ナルト。こいつ、バカな。俺は諦めが悪いんだって。おい、お前血出てんじゃねえかよ。お前まだ試合のダメージが。ひなた、しっかりしろ。僕が見てあげよう。まあ怪しいもんじゃないよ。なんで全部見透かしたような目して。お前には関係のない話だ。宗家だか分家だか何があったか、そんなの知んねえけどな。あんたは大丈夫。僕は医者だから。ヒューガの憎しみの運命を。ヒューガ宗家には代々伝わる秘伝忍術がある。それが呪陰術。呪陰術。その呪いの陰はカゴの中の鳥を意味し、逃れられない運命に縛られた者の証。なんだその陰が。4歳のある日、俺はその呪陰術、この忌まわしい陰を額に刻まれた。お前は俺に負ける運命だ。絶対にな。そんなもんやってみねえとわかんねえだろ。お前が昔父ちゃん殺されちまって運命全部決まってるって思うのはすげえ勘違いだってばよ。試験か。終わりだ。落ちこぼれめえ。逃げんじゃねえ。俺は逃げねえ。それが俺の人道だ。まっすぐ自分の言葉は曲げない。それが人道だから。お前みたいな運命だなんだ、ナルト。人は生まれながらに逆らうことのできない運命を背負って生まれてくる。ネジ、お前は生きる。お前を宗家に産んでやりたかったな。一生拭い落とせぬ因を背負う運命がどんなものか、お前などに分かるものか。ああ、分かるってばよ。んで、それが何。別にてめえだけが特別じゃねえんだってばよ。そう思って血ヘド吐きながらお前と戦ったんだ。本当はお前だって運命に逆らおうと必死だったんだろ。ひなたの顔に正気が戻った。もう大丈夫。あとは安静にしておくことだ。お前の64の転結はもう閉じている。当分チャクラの使えないお前がどう戦うつもりだ。うるせえ。ああ、絶対お前倒してそれを証明してやる。修行でチャクラを使い切った時みたいな感じだ。そうだ、九尾のチャクラ、あれを。クソギツネ、力を貸しやがれ。俺はこいつを殺すつもりでやる。止めるなら自由にやってくれ。無駄だと言っただろう。どうしてそこまで自分の運命に逆らおうとする。言われたからだ。バカな。
チャクラが漏れ出している。まさかこのチャクラ、このチャクラ間違いない。行くぞ。巻きついていく。なんだあれは。あれがチャクラなのか。すげえ力だ。修行の時より。接近戦には自信があるんだ。ほかげになる気配。お前が無理だっつうならもう何もしなくていい。俺がほかげになってからヒューガを変えてやるよ。あのガキバカ力出しやがって。ねえ。